はい、こんにちは。今回はペーパークラフト1枚で命の中から鯉のぼりの作り方を紹介していきます。まずは用意するものの確認です。ハサミと、両面テープ、それから鯉のぼりの型紙を用意してください。それでは作り方を説明していきます。まずは、型紙の黒い線に沿ってハサミで切っていきます。切るのはまっすぐな線だけで、点々の線は切らないように注意してください。それでは切り分けていきます。はい、すべて切り分けることができたので部品の確認をしていきます。こちらの、切り込みの入ったカラフルな紙が1枚、黄色の四角い紙が2枚、黒のギザギザの紙が1枚、緑の細長い紙が1枚、緑の三角の紙が4枚、白の細長い紙が4枚、点線の入っている白の大きな紙が1枚、ピンク色の細長い紙が1枚、ピンク色の三角の紙が4枚、赤色のギザギザの紙が1枚、水色の三角の紙が4枚、水色の細長い紙が1枚、青のギザギザの紙が1枚、今言った部品がちゃんと揃っているかどうかを確かめてください。それでは作り方を説明していきます。まずはこの点線の入った白い大きな紙を用意します。まずは、この点線をすべて山折りにします。はい、このように、山折りにしてください。そしたらこの一番細い部分、この一番細い部分に何箇所かテープを貼り付けていきます。はい、このように一番細いところにテープを貼りました。そしたらこの今テープを貼った部分をこちら側ですね、こちら側の反対側の端っこですね、この部分に貼り付けます。いっぺんにやろうとするとね、変な形にくっついてしまったりするので、ちょっとずつちょっとずつ貼り付けていきましょう。はい、このように貼り付けることができました。こんな感じのね、三角の筒になるようにしてください。そしたらこれを一度置いて避けておきます。次にこの黄色の紙、これはね、この紙用意します。まずこんな風にね、線に沿って切り込みを入れておいてください。そしたらまずは、こちらのとんがっているところですね、このとんがっているところ、このとんがっているところにテープを貼って、とんがっているところにテープを貼ったら、これを真ん中、紙の真ん中に貼り付けます。そしたら1個お隣を飛ばして、その次のこっち側のとんがってるところ、これですね、1個飛ばした、さらにお隣、これのとんがってる部分にまたテープを貼り付けて真ん中に貼り付けます。
同じようにして1個飛ばして角っこを真ん中に、1個飛ばしてとんがってる角っこを真ん中に、という風にしてくっつけていきましょう。はい、今4つ貼り付けました。するとこんな形になります。そしたら次はこの余ってる部分ですね、余ってるこの4つをまた貼り付けていくんですけれども、今度はね、先っちょじゃなくてこっち側、このとんがってる方じゃなくてこっちの90度の直角の方、こっちの直角の方にテープを貼り付けて真ん中で貼り付けます。こっち側も直角、この角のところにテープを貼って真ん中に貼り付けます。こんな感じで貼っていきます。はい、全部貼り付けてこんな形になりました。そしたらもう一つ同じものがあるので、これも同じ形にしていきます。はい、2つとも、このように折りたたむことができました。そしたらこれも一度横に避けておきます。次に、このカラフルな、帯のような部品を用意します。テープを用意して紙の裏側ですね、この部分、この部分にテープを貼り付けます。ベタッと裏側にテープを貼ったら、これをぐるりと丸めて筒にします。はい、こんな風に筒の形にしてください。こうですね。そしたら細長い白い部品を一つ取って、この両端にテープを貼り付けます。ここにテープを貼り付けて、今作った筒のこっちの白い方ですね、このくっついてる方にこのように貼り付けておきます。はい、こんな感じですね。こんな風にくっつけておいてください。そしたらこれも一度横に避けておきます。次にこのギザギザの紙を用意します。まずはテープを用意して、この紙の裏側ですね、裏側のこの部分、この部分ですね、ここにテープを貼り付けます。貼り付けたらこれをぐるりと丸めて筒の形にします。はい、するとこういう形ですね。こんな形になりました。そしたら次にこの緑色の細長い紙を用意します。この紙のまず色のついてる方の端っこですね、この部分、この部分にテープを貼って、これをこのように貼り付けます。こんな感じですね。そしたら今度はこっちの反対側の端っこの色のついてない方、色のついてない方にテープを貼って、これをぐにゃーっ
と曲げてこっち側、こっち側にペタリと貼り付けます。そうするとね、ちょっと位置があるかな。位置を調節して、はい、こんな風に貼り付けてください。そしたら、今度は緑色の三角の紙を用意して、この尖っている部分にテープを貼り付けて、これを胸びれと後ろの尻びれになるように貼り付けます。そしたら反対側にも同じように貼り付けていきます。はい、そしたら白い細長い紙を用意して、この白い紙の両端にテープを貼り付けます。ここですね。そしたらこれを今作ったやつの、この部分にペタリと貼り付けて、はい、これでね、鯉のぼりの孫いが出来上がりました。そしたら、これも一度横に置けておきます。あとの部品はそれぞれ肥鯉の部品ですね。作り方は孫いと同じなので、残りの2つも同じように組み立ててください。はい、これでね、すべての、組み立てが終わったので、最後は全部を一つにまとめていきます。まずは、黄色の、この風車ですね。この風車を、白の、ポールの一番上に貼り付けます。
はい、こんな感じですね。そしたら次に、このカラフルな吹き流しを風車の隣につけます。取り付けるときはこの先っぽについている白い部品を使います。はい、こんな感じですね。そしたらその下に孫い、さらにその下にひごいと順番に貼り付けていきます。はい、というわけでこれで1枚の紙から鯉のぼりを作ることができました。よいしょっと、このままだとねちょっと立たないんですけれども、何かこう瓶とかにね刺してあげたりとか、あとはこうやってね普通に寝かせて飾ったりしてあげたり、あとはもう普通にこうやって手に持ってね楽しんだりすることができると思いますと、というわけでね今回はこれで終わります。皆様もぜひ挑戦してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた。